頑張れ、正常いや、ほんと応援したいってくる。<laughs> はい、皆さん、こんにちは。トッツーです。本日はハイキュー、は配えー、こちら見ていきたいと思います。いらっしゃいしまーす。えー、今ね、えー、まさに前回のお話ね、見終わった後なんですけども、えー、見事ね、えー、カラスノが正常に勝ちまして、えー、これでね、まあ、カラスノが、まあ、白鳥ザーとね、まあ、試合をしていくって流れになるでしょう。で一方ね、まあ、正常に関しては、まあ、これでね、 まあ3年生引退という形になると思います。で、前回の予告の中で、またね、あの、牛若と、まあ、この最上の及川選手が話している様子もあったし、まあ、今回は、まあ、そこがね、どんなお話をするのかっていうのが、まあ、僕の中では今一番気になってる。やっぱ、勝ってるカラソノもね、もちろんカラソノがメインだから応援してるし、あれなんだけど、やっぱこの作品は負けた人へのフォーカスね。ここがやっぱ見物なんじゃないかなって気もする。 するんだこれからまだねだってカラソンに関してはさ試合とかが見れるわけで最後のね正成城の方にもお疲れ様でしたって気持ちでね僕は見ていきたいですはいというわけで,で早速見ていきましょうえー、皆さんも録画したものもしくはビデオのものを使って一緒にお楽しみください簡単な権田サマストンペンススタートですよろしく頼むぞ3 2 1さあ ああ、またここか。いやーやばかったやつなこの二人の。いや、このカメラワークもいいよね。いやーで、ここでのまた、及川選手が、この、そーっと入ってくるところもね、もうめっちゃかっこいいんだけどね。これもよかった。この目に映ってるっていう手が。いやあ、近代、いや、ここ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 。もうこの瞬間に今度一気に不安になったのよ。 いやけど、このボールがね、やっぱ後ろに飛んだっていうことで。いやー、決着ついちゃったよね。いやー、けどこれ、なんか自分の手に当たっちゃって終わるっていうのも悔しいよね。当たったんだったら上に上げたかったよな。いや、もう、間飽きないで見てるからさ、もう、やばいわ。 <laughs> あまた泣きそうになる <laughs> いや泣くわ <laughs> <laughs> いやまこのタオル汚したくないんだよねもう最近もう洗うとさ毛羽なっちゃうから <laughs> うん一生まだなんかあんのかな一生いっぱいってことは。 どこかでやり合えるのえ決着ついてないみたいな感じじゃんこれ。<laughs> ちょっと <laughs>、あるかもしれんよ。いや、もう今もうこの正常とカラスの戦えないかもしれないけど、なんかユースとかあんのかなそういうこと、なんか選抜みたいな。 いや、けど、選抜だったけど、同じチームとかになっちゃうか。え、けどなんかあれだね。うん、まだもう一回会ってほしいね。この王様と大王様の戦いっていうのは。見たいわ。<laughs> いや、やっぱ、ここ間開けずに見てよかったわ。正解だったね。で、まあ、今回、まあ、これで勝ったから、 まあ、いよいよさ、白鳥沢はとって流れなんだけどで、白鳥沢はさ、まあ今んとこその牛若選手、まああそこがさ、まあなんだ、この二人がちょっと話してっていうのはあったけど、まあ当然牛若選手以外にもやばいやつがワンサンがきっと出てくると思うんだ。だからこれからはあれだよね。今度この白鳥沢の選手、 名前を覚えていかなきゃいけないターンになってくるんじゃないの <laughs> そして、どんなかっこいい人がまたいるのかだよね。どんなプレイ見せてくれんのか。まあ、そこが楽しみだわ。いや、そしてそれをまたこのね、平田くんとか影山くんがさ、どう破っていくのかだよな。うーん。いや、俺の方が早かった。拍手。いや、拍手しちゃうよね。 いやーってか清子さんもねまだマネージャーが続けられてああ及川さんいっちゃったうんそうまさにうんうんいや残酷だよな本当にこういう競技ってああもうこの音楽 うーん。うーん <laughs> もうこれはもういやわかるなんでだろうねこういうのっていっちまがれだよね <laughs> も,うもうダメだ。<laughs> もう。<laughs> いやあ、やばい。あめっちゃ泣いてるじゃん。いやいやーみんな。いやもう分かってた。もう絶対泣くだろうなって。もうボロボロになると思ってたよ。みんなが叩いていくのがね、よかったね、今の。 3年生。<laughs> 女の子たちも。いや、めっちゃいいよ。いや、残酷だよね。ほんとさ、隣ではこんな意気揚々とみんな笑ってさ、こういうのがな、まあけどまたいいんだよね。青春って感じで。 だから前回の逆だよ。うーん、頑張れ、正常。いや、ほんと応援したくなってくる。いやー、気をつけないと、もう崩れちゃうよ。何も言えなくなっちゃう。うん。国見くんと。もう笑ってごまかしてんだろうね。いや、もうやめてくれよ、ほんとに。はあ。 ああ影山くん。うん。今はちょっと顔合わせるの辛いかな。ああ金太一。うん。あ、<laughs> お前が言うんかい <laughs> まあ言えないもんね。<laughs> 嬉しいはずなんだけどね。俺も。すっごい嬉しいんだよ。嬉しいんだけど、こうなれないんだよな。さっきの見ちゃうと。うん。<laughs> ねそこちょっと恥ずかしいよね。いや、いいな。そこに当たってる感触。ご褒美。<laughs> 山口くん、本当にかっこよかった。うん やさんもいい思い音してくれてたよ。うん。いや、本当に。うん。うん。ええー、もうそこまで考えられるかい。<laughs> いや、そうだよ。天才とバカなんだから。<laughs> んなんだああ、そこが悔しいの。うーん。いやあ、すごかった、ほんとに。あっ。うーん。いやあ、先輩してるんだね。ああ、来た 中国んうんはあうーんうーんいやーけどそんなあれ今ここできつー <laughs> <laughs> <おう> <laughs> やば <laughs> いやいやこの人もすげえなあ <laughs> ねえ自信がやばい終わっていないうん いや、めおほ超かっけえんだけど好きやわー、及川選手ん。刺されちゃい、刺されちゃいとか言ってるとまたこう好きになっちゃうんだよね。後輩うん。うん。え、カラス なになになにこれ影山くんたちのこと言ってんのいや違うよね。狂犬ちゃんたちだよね。けどカラスだったけど。あ、やっぱそっちなんだ。うん。カラスののことをね。<laughs> いや。ああ。えああ。今の見てたのかなうん。 うーん、やってやれ、やってやれ。あ、これを見ていってたのか。う、は、ん、あ。あ、で、あいっちもなんか書いてあったけど、なんだ今の女子かな男子と。いや、ついに試合の方が始まるよ、と。いや、やるこのまんま、一気に。決勝。え、どうなるの決勝はこの、あれかな次のあれになるのかな ああ、もうみんなくたくたいや、だろうね。いや、絶対そうだよ。ううん。なんかこのいいね、大人な時間。うん。いやー、ほんとに、いやー、ほんとに先生。 うんあかわいい影山くんちょっと寝相というかどうしたなんか苦しい夢でも見てたのかいや本当にありがとう明日勝ってからね いやー、勝てないんじゃないのここは。違ううん。いや、勝ってほしいんだけどさ。うん。ははは。まだ寝起きっぽい声だね、今の。あーあうん。ジョバレ、ジョバレって言ったのいかうん。うん。 ああ、学校の方で。うん。わかるんだね。よくそこら辺が。<laughs> いや、気持ちわかるよけど、俺も、<laughs> ボキャブラリー少ないから。お <laughs> いおい、おいおい、おい。あ、おみんな窓からあれこういうのもいいね。 わーいい学校いやー。んえあーテレビはいはい。やるかな今回はちゃんとがっつり。ね前にあれだったじゃんなんかね、ちょっとしか映ってないんだったか、なんか全然映ってないんだったか、みたいなあったよね。うん。 こんにちばんは <laughs>、うん。もう録画ものだ、録画もの。映るなら。うん。あー、出てるねー。いやー、すごい。もう点数。んーあー。 いやーもう、音なくても泣けてくる。<laughs> なんか、日向くんかわいい。<laughs> 座り方。こっちに入れるタイプなのね。うん,うん。王者の貫禄。うん。はあ。 いやそれなうんやばっカイドうわーストレートやんああけど戦ってた格好も強いね20点と21 うーんいやーやってほしい。勝ってほしいけどね。うん。頂点頂点か。<laughs> やばいね、うん。うん。いや、てか大変だね、スケジュール。 怖っだろうなうんうん…いやー僕もちょっと不安感じちゃってるんですよもう払拭してほしいうんいやけどその息だよひなたくんうん う,うん。ああ。うん。いいよ、いいよ。もう、可愛いやつだな、本当に。うん。うん。うん、先生 <laughs> マジ、金髪先生だな。 あみんな立ったうーんいやー頑張れいやーほんとあ今日ジャージの日だったかなユニフォームよりどっちかというと <laughs> 今回のこの話はうんいやー頑張って本当に勝ってええけどさもうこれであれなんだよね今季終わりなんだよね うん。<laughs> いいね、今のセリフ。あ、何明日の試合じゃなくて今からやんのすげー <laughs> この、ねすごいヤチさんといいさ、3人でまたやんのもう体力バカだろ。お前ら、どんな、もう底なしじゃん。 すごいね。うん、かっこいいなまた、うん。調子もいいんじゃない試合の後で。もう感覚研ぎ澄まされてそうだもんね。もう100発100中なんじゃないかうん。あけどなんか自信につながるね、このトレーニングは。いい結果が出て。すがすがしい感じがするし。 うん。なんだうん。思い出すなるほど、そこらへんの話か。<laughs> ああ、そっかー、この3人は3人でね、またいろんな思い出があるんだなー、もう。 いやあ、背ーもだいぶいろいろ見てきたな、ここまで。そう、俺もこの話、ここまで見てきてるからね、こんなに熱くなって見れるわけで、<laughs> 見てきてよかった。<laughs> うん、俺も見てきた。俺も八ちさんの頑張り見てきたぜ。いやー、好き。もう、めっちゃ好き。うん、あなたも。ああ<ー>、<laughs> ラビトビー <laughs>。あー。 <laughs> いや、なんか格好い的ななんかないかな <laughs> ね。ね A とかさ、わかんないけど、言い方 <laughs> おー。うん、影山くん。もう、もう、影山くんらしいけど <laughs>。まあね、気持ちがあれば。あ、えいたのまだ。うん。うん。 うん、まあまあまあそうだな。それもそうですね。うん。いや、てかすごい綺麗な音楽流れてる。なんかいいね。もう、ザ・青春って曲。<laughs> うん、いや、もうこれなら任せられるね。この子なら。うんもう太鼓判はよ、こんなマネージャー。 いやー、マジでできる女 <laughs>、うん。あ、いいね、二人で。遅い時間に学校出てきちゃって。もう、早く帰って寝てね。いっぱい食べて。<laughs> 風呂あってさ、うん。あー、そんなこと言っちゃう。 <laughs> かわいい。<laughs> もうマジで日向くんのそういうとこ好きだよ。自分にないものを持ってる感じがして。いや、そこ混ざりたい。間に入れてくれよ、俺の拳も。<laughs> やらないんだ、やっぱり。<laughs> あーいやー、てから次なんだね。えー、けど、ってことは俺これで2期全部見たんじゃないかな。 三期がいよいよそういう、始まりらいきなりそれってことだろうね。それとももう一個ある。いや、ないよね。これで終わってるもん。いやー。けどなんかあの、及川選手と牛若選手のやりとりの中でさ、あの、及川選手の迫力あるカゴのところ、すごいかっこよかったね。で、なんかカラスののことをさ、 なんか評価してくれてる感じもめっちゃ良かった。いやー、けど、大川選手。いや、けど、なんか一生いっぱいとか言ってるからなまだなんかある感じはするよねいやー、早く見たいわ。ちょっと次の試合は。気になるよ。いやー、さ、ひなたくん立ち上がってたし、勝ってほしいんだけどねどうなるんだろうね いや、一回なんかここで挫折する流れとかありすべきす、ね、ああ、やるのえ、まさかこんなんで終わんないよね。うん。うん。うん、復活復活。いや、かっこいいってやっぱ黒のジャージはこういう時かっこいいって。いるんかいいやー。 うん、ああ、二人出てったね。うん。名前覚えてくれて。うん、ぶっ倒して。<laughs> いや、やっちゃえ、もう。<laughs> やっちゃえ、やっちゃえ。いや、このメンツ最強やろ。ほんと、カラスの。 いや、かっこいいなぁ、けど、この人もなんか、この自信がさ、ほんと王じゃん。うわ、めっちゃ身震いしてるやん。いやぁ、大地さん引かないねー、顔の傷。うん、頑張れー。頑張れー。もうそれしか出てこねえよー。 いやでここでまた羽が2つっていうのがあれなのかなやっぱ日向君と影山君が表してたりするのかねはいというわけでね、えー、今回配球第2期ね、えー、全部見させてもらったんですけど相変わらず1期からね熱い戦いが続いて、まあ、対戦校のね選手たちも向いてれば大好きになっちゃうしもう知らずとね応援しちゃうところもあってさ本当に涙なしにね見れないっていう、まあ、作品になってましたけどその選手一人一人のね描き方 掘り下げ方っていうのが秩立だよねその掘り下げる時にまた使う言葉とかさ何であんないちいち胸に響いてくる言葉がさこの制作者先生は思い浮かぶかねっていう。 まだ3期もね、熱入れて、まもしく見ていけると思うんでね、もう期待しかないんですけど、これからその全国とかね、そういう戦いっていうのも描かれてくるだろうし、今度、今からやるその白鳥沢にしてもね、牛若選手以外にもやばい奴いるだろうから、お話が進んでいけばね、残念だけど、その3年生が引退っていうのは、カラスノも起きるわけで、そうなった時にまた今度、新入生とかがね、どういう人が入ってくるのとかもあるじゃん。で、カラスノに新入生が入れば、イコール他の学校に関して、 てててももっっいうのもあってさ全然なんだろ、飽きが来ないシステムというか <laughs>、とにかくまあそのね流れっていうのをこれからもね、ずっとこんな感じで見ていきたいと思うんで、一緒に見てて面白いなって思えたら、ぜひこれからもね、ご覧いただければ嬉しいです。はいというわけでね、今回のエピソードに対する皆さんの感想だったり、僕のリアクションに対するコメントをお待ちしております。以上でごつお受けしましたバイバイ